こんばんは。こんばんは。ちょっとお久しぶりですね、皆さん。お久しぶりです。ありがとうございます。こんばんは。久しぶり。ちょっとね、昨日は。一昨日の夜からと昨日は配信とか X も自粛してたんですけど、自粛してました。すごい、みんながすごい心配で 本当にそのファンの方の中でも北陸の方にいらっしゃる方もいるし、いると思うし、本当にみんなが無事かどうかすごい心配で、ずっとみんなのこと考えてました。うん、心配。そう、みんな無事ですか？無事かな？大丈夫かな？無事ですか？無事？よかった。そう。あえて昨日は、配信とか、X を自粛してたんですけど、今日は X は自粛してたんですけど、今日はなんて言うんだろう、少しでもリオの顔を見て、こう元気を出してもらいたいなと思ったし、こう少しでもリオを見て笑顔になってほしいなと思って、配信することを決めました、今日は。そうですね。ギフトもありがとうございます。そう、だからね、北陸の方に住まれてる方だったり、北陸の方にこう帰省してる方もね、いらっしゃると思うので、なのでこう少しでもリオを見て笑顔になってもらえたらなと思って、今日は配信をしました。そう、リオは無事なので 安心してください、皆さん。安心してくださいね リオは無事です。元気です。無事で元気なので安心してください。そう、メールの方は今日も送ってたんですけど、ちょっと X は今日もちょっと自粛させていただいて、そう。でね、今日もね、短い配信しかできないんですけど、よろしくお願いします。そう、ちょっとね、今、メールにはちょっと書いたんですけど、もともとお正月に愛媛のひいおじいちゃんひいおばあちゃん家に帰るっていう予定を立ててたので、予定通り今愛媛のひいおじいちゃんひいおばあちゃん家に来てて、そう、来てます。来てるよ そう、浴衣着てる。浴衣着てます。浴衣着てます。そう、愛媛にいます。メールにも送ったんですけど、メール見てくださった方は知ってると思います。ほら、ありがとうございます。
配信ありがとうね、顔見て安心した。え、ありがとうございます、ありがとう。ほら、ありがとうございます。そういう時って連続配信はサポートされてるの？はい、なんか配信チケットっていうのがあって、まあ数枚しかないんですけど、配信チケットっていうのがあるので、例えばコロナになっちゃったとかの時にこう使える配信チケットがあるので、昨日はそれを使ってお休みしたんですけど、自粛しました。そう、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。なんかさ、何て言葉を話していいかちょっと難しいんですけど、そう、久々にひいおじいちゃんひいおばあちゃんと会えて、もう当分帰ってなかったんですよ。当分帰ってなくて、何年ぶりぐらい何年ぶりぐらいに帰ったのでそう、久々に会えてひいおじいちゃんひいおばあちゃんの顔が見れてよかった。あ、元日公演もありがとうございました。皆さん、そう、元日公演もありがとうございます。来てくださった方、配信で見てくださった方もありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。お年玉もらったよもらいました。そうですね、そう、長生きしてるんですよ、ひいおじいちゃんひいおばあちゃん。そう、すき焼き美味しかった。え、すき焼きリオ久しぶりに食べたかも、久しぶりに食べた。そう、元日公演ありがとうございました。あと7周年ツアーも決まって、そうですね、リオも出演できたらいいなと、出演はできるとは思うんですけど、出演楽しみ。7周年ツアー、そう、ちょっとね難しいんですけどね。メーナお留守番、お留守番してる、そう、お留守番してるんですよ。メーナ元気にしてるかな、本当は連れてきたかったんですけどちょっと難しい。そうだからペットホテルに預けてお留守番してます。お留守番って言わないか、ペットホテルに、ペットホテルに預けてる。そう、一人ぼっち、めいなめいな一人ぼっち。元日公演リオツなかなか出てこなくてドキドキしてました。そうなんですよ、あの元日公演はその去年もそうだったんですけど、あのこう前半後半みたいな感じで分かれて出演だから、そうなのでリオは最初のとこは出なくてユニットコーナー、しかもユニットコーナーの最後の曲のひまわりから出たからだから多分リオが一番出てこなかった人だと思うそうですね、その頃には正規メンバーになってるよね。なりたいですね、なってますように祈る。
案外楽しんでるかも。メーナゲットホテル面白い。ユニット何かなってドキドキしてた。え、そうユニットはもともと普通の公演の時は1人2曲出るんですけど、今回は1曲出演でリオはひまわりになりました。そういつもは日暮らしの恋とひまわりの2曲をやってるんですけど、簡単はひまわりしました。ありがとうございます。みんなギフトもありがとう。配信してくれて嬉しいです。いろいろ考えてくれてありがとう。もうとんでもないですなんかすごいリオも悩んでたんですけど、今日は配信してみんなにリオの顔を見せてちょっとでも笑顔になってもらえたらなと思って配信をしました。そう、しかもユニットはその元旦なんていうの、元旦だけのメンバーの組み合わせみたいな、そう元旦公演あの日しか見れないメンバーの組み合わせだったからすごい新鮮でした。そうですね、最後の僕のタイの曲のりときリオツのかっこよかった。え、かっこよかったですか。かっこよかった。うん、ありがとう。可愛かった、めっちゃ嬉しいかなそうですね、そう。え、北陸から見てるよ、配信ありがとう。え、大丈夫、無事かな、すごい心配。少しでも元気を与えられてたらいいんですけど、無事でいてくれたら今はいいです。安全第一でしてね。そう、お団子捨てる、今ママにしてもらった。まあ何お団子、それコスプレ？コスプレじゃないよ、本当のなんていうの、言い方みたいな。最後は全員でパフォーマンスしたのも特別。そうなんですよ、最後のアンコールのビンゴと僕の太陽は研究生みんなで18人バージョンでお届けしました。元気出ました、ありがとう。え、ありがとうございます、そう言ってくれて嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。日頃当たり前のように届くメールなどが届かないとありがたみを実感しました。ありがとうかなそうだよね。でもなんかその何事もさ、生きてたらさ当たり前になってたことがさ急になんか失われたらさ、すごいありがたみを感じますよね。初詣行ったよ、初詣行きました。そう、なんか初詣行ったよみたいなのもメールに送ろうと思ってメモに保存してるんですけど、ちょっといつのタイミングで送ろうかまだ悩み中なので、ちょっと先になるかもわかんないけど、お団子お団子お団子。夜ご飯豪華なの？え、わかんない、楽しみ、何食べるかわかんない。え、避難所から見てる？え、避難所から？え、ありがとう、見てくれて。大丈夫ですか？え、無事ですか？え、安全第一でありがとう、無事でいてくれたらリオは嬉しいです。私はこれからいいことたくさんあるといいね。そうですね、そうですね。あ、
ゆうともたくさんありがとうございます。そうでも避難所から見てくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます。ちょっとでも笑顔になれてたらいいんですけど。あったかくしてくださいね。雨とか降ってないのかな。なんか雨降ってるけど今リオのとこは全国的に降ってるんですかね。降ってそう。雨とかでも寒いと思うからあったかくしてくださいね。電車で雨絵馬に願いを書きましたか。書きましたよ。去年も書いたけど今年も書きました。ひまわりとか特に良かった可愛かった。嬉しい、ありがとうございます。それではちょっとね短い配信なんですけどもそろそろ壇上を読みたいと思います。みんなギフトとかもたくさんありがとうございます。見に来てくださってありがとうございます。ありがとう。あ、降ってるんだね。あ、全国的に雨降ってるの？そっか。そっかそっか。でも、なんていうの？皆さんのさ、こういうアバターとかコメントが見れて、リオも安心しました。安心した。ありがとう、みんなコメントとかもしてくれたり、見に来てくださってありがとうございます。皆さんにもねこうリオの姿を見て少しでもこう安心とか笑顔になってもらえたらいいなと思います。それでは壇上を読ませていただきたいと思います。ちょっと今日の壇上はあのポーズはなしでやるのでよろしくお願いします。壇上を呼びます。13位タリマツンさんありがとうございます。12位ヨッシーさんありがとうございます。11位タジツテヤさんありがとうございます。10位レオタンさんありがとうございます。9位満月ライダーさんありがとうございます。8位チョパーさんありがとうございます。7位メタボさんありがとうございます。6位シュウさんありがとうございます。5位鈴鹿さんありがとうございます。4位ホリちゃんさんありがとうございます。3位ムカシカロジンさんありがとうございます。2位カープズキーチくんさんありがとうございます。1位ゆずきちさんありがとうございます。ありがとうございます皆さん、ありがとうございます皆様。みんな忙しい中見に来てくれたりコメントしてくれたりありがとうございました。まだねあの北陸の方の方はすごい不安な気持ちとかもあったりとか、ね、避難所にいらっしゃったりとかすごい不安だと思うんですけど、ちょっとでも利用を見て元気が出てもらえたらなと思います。ありがとうございました。ごめんねちょっと短い配信になるんですけども、今日も一日お疲れ様でした。ね、余震もね続いてるみたいなので、あのお互いにこう気をつけて安全第一で行動しましょう。気をつけましょうね、うん、それでは配信を終わりたいと思います。それでは
バイツー、ありがとうございました。ありがとう。お互い安全第一で行動しましょう。ありがとう。バイツー。